イエグディエルを描いた、ロシアのイコンイエグディエル、イフディエルあるいはイエフディエルは、聖教会の伝統における七大天使の一人である。イコン図像において彼はしばしば冠をつかみ、三つの皮紐のついた鞭を持った姿で描かれる。イエグディエルは何らかの分野で努力し、働くすべての人々の擁護者であり、彼がつかんだ冠は成功した、霊的勤労への報酬を象徴している。 彼に従属する天使たちと共に、彼は神の栄光のための責務のうちの立場で働くすべてのものの助言者であり、守護者である。そうした存在として、王、判事、その他リーダーの立場の人々に頼られる。イグニエルはまた神の慈悲深い愛の運び手として、金曜日の天使として知られている。異なったカトリック教会の体系では、七大天使の一人で、 それぞれの特定の曜日とアトリビュートを持つ天使とペアで、あるとみなされている。イェグニエルは、通常、燃える心臓化精神を手に持った姿で描写される。Him of Prayze, The Archangels, Hot the Rational Heavenly Powers, Hot the Heavenly Host and Hour, Modern Life, ありがとうございます。